はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の連立方程式の計算特訓2、大問2ですねの解説をやっていきます。なのでいつも通りそのページ見てね、確認してみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、こっちは5問なんですが、大問1の6問に比べると全部めんどくさいです、こっちの方が。で、まず1番はカッコがいるんですよね、ここに。で、まずこれをね、うまく処理していきましょう。では、まず上の式、カッコの前に3があるので、3を配ります。だから、3y-3 っていう感じ。で、一応書きましょうか。こっちに、x イコール、3y-3+4 と、こうなります。で、今回も加減法を全部使ってやっていきます。だけど、代入法が好きな方はそっちでも構いませんので、ただ答えは必ず一致するからね、両方とも。で、これを加減法が使える形に直したいので、3y をこっちに持ってきます。そうすると、これ後でもう一回書きますね、同じもの。よいしょ。3y 持ってくると、x-3y イコール、で、ここ計算すると1ですね。で、下の式はもともとね、もう計算できる形になっているので、x+5y=9 か。で、これで OK と。で、これで X 揃ってるからね。で、これを引き算していきましょう。で、ここまで来ればね、もう普通の連立方程式と変わらないので、で、引き算って決めたら、一応足し算に変えて全部の符号を変えると。で、X 消えて Y が -8y。で、右辺も -8。両辺 -8 で割ると、Y が1になります。で、これを、ここの式でね、どっちかに戻してあげればいいと。元々の式でも構わないんですが、上のこの計算した式が簡単かな。なんで、y のところに1を代入すると、x-3×1 なんで、-3 イコール1。で、-3を右辺に持っていくと、1+3になるので、x イコール4ですね。4。そして、y はさっき出した1と。なって、これで正解となります。で、次は分数ですね。上の式はちょっとまず置いときますけど、下の式これを処理していきましょう。で、これは両辺じゃねえや、分母が4と3と6になってて、全部を約分できなきゃいけないんだよね。で、これを全部約分できるのは12です。で、この12の探し方はいろいろあるんですけど、結構自分が生徒にやらせてたのは3つ、ある時ね、二つの時はさ、最小公倍数で構わないんですけど、三つある時は、一番大きい数の倍数。で、今回だったら、61が6、12、18、24って感じ。一番大きいやつの倍数ね。で、その中で、他の二つ割り切れるやつないかなって探します。で、例えば6だと、3はいけるんですけど、4が割り切れないんですよ。でも次の12だと、4も3も割り切れるので、それで OK みたいな。そう。で、中学校の定期テストの分数の問題ぐらいだったら、それの探し方で結構いけます。そう。だから今回12をかけるんですけど、で、12をかけると、約分して、ここ 3x です。3x。で、ここが約分して 4y になります。で、ここ12かけると、2になる。約分して。だから下の式があえて形が変わります。で、そしたら、上の式、こいつと、こいつの xy が揃ってないんでね、今回は。揃えに行きたいと。で、どっちを揃えても構わないんですが、どうしようかな。y を揃えようか。6と4だから12で揃えられるもんね。じゃあ、まず上の式に2をかけます。で、下の式に3をかけるんですが、まず2をかけちゃおうか。10x-12y イコール32。で、下の式に3をかけると、後で消しますね。9x+12y イコール6と。で、これ使わないで消しちゃいます。よいしょ。で、本当はね、今、板書の関係で消しちゃってるんですけど、こういう分数のやつを、形を直した際、最初の式は消さないでおいてください。本当に今消しちゃってるけど。で、後でね、使うことがあるんでね。で、今回はマイナス12とプラス12なので、足し算。すると 19x で、こっちが38。数がでかいんですけど、これ19で割り切れるので x イコール2になります。
で、この x イコール2を今回上の式に代入しちゃいますけど、さっき分数直した式あるでしょ、ここで消しちゃったやつ、それに代入しても OK です。分数のとこに代入するのはちょっと計算がめんどくさすぎるので、基本的にはごめんなさい、直した式か上の式、まあね、ちゃんとなってる式に代入するといいです。で、ここに入れると5に10マイナス 6y イコール16と、で、10こっちに持ってくるとマイナス10なのでマイナス 6y イコール6ですね。で、両辺6で割ると答え言っちゃおうか、 x は2でした。で、 y がマイナス1と、これで OK ですね。で、分数終わったんで次は小数です。小数の方が簡単ですけどね。で、今回は 0.4、0.7、1.1 なので、小数点全部1個動かせばもう OK なんだよね。で、1個動かせば OK なので、10をかければ大丈夫です。その時は10をかけます。だから、この上の式は 4x-7y イコール11です。10をかけるっていうのは小数点をこうやって1個動かすの、全部こうやって、こういうことになります。で、もし1箇所でも 0.02x みたいな感じで2個動かさなきゃいけないのが出てきたら、全体に100をかけてください。いいかな。で、下の式はもうこのまま使えるので揃えちゃいましょうか。 x 揃えるために4をかけましょう。そうすると 4x プラス 8y、 4でかいね、56か。で、引き算ですね、ここは。で、引き算なので足し算に変えて符号を全部変えちゃおうぜと。で、この部分がマイナス 15y ごめんね。で、こっちがマイナス45なので、両辺マイナス15で割ると、ここに書こうか、 y イコール3になります。で、3を、まあ、下の式の方が簡単だね。ここに入れると2、3が6です。6をこっちに持ってくると 14-6 なので、 x イコール8と。これで終了ですね。ちょっとごめんなさい、喉の調子が悪くて申し訳ないごめんね。で、次は分数も小数もあるっていうね、やめてくれっていう感じしますけど、まず上の分数は今回5分のしかないので、5をかけます、素直にね。で、5をかけると 2x プラス y で、右辺にも忘れずに5をかけて10になります。で、下の式は小数点1個ずらしたいので10をかけます。で、10をかけると 6x マイナス 2y で、忘れずにこっちにも10かけてください。これ結構忘れます。右を1のままいっちゃう感じだね。で、こっから揃えに行くんですが、これどっちも揃いやすいねどうしようかな。そしたら、まあ、y 揃えよっか。で、上に2をかけましょうかね。じゃあ、上に2をかけるので、ちょっとここに書き直しちゃおうか。よいしょ。俺ね、もともと4、あれか、2か。4x で、プラス 2y で、20。これでいいかな。で、参考書の答え、回答と揃える部分が違うかもしれないんですが、そこは許してください。どっちで揃えようとも答えは一致しますので。で、これはプラス2とマイナス2なんで、足し算で 10x でこっちが30ですね。で、10で割るから x が3です。で、これをここの式に戻してしまうとちょっと辛いので、今作ったこっちに戻します。で、本当は上の式をね、ちゃんと残してれば楽だったんですが、まあ下の式に入れようか。これ 6×3=2y イコール10。ここに今3入れました。で、こっちに持ってくるとマイナス8だから、マイナス 2y イコールマイナス8なので、 x が3で、両辺マイナス2で割ると y は4と。これで OK ですね。そして最後、ちょっと変わったレレズ方程式なんですけど、もう特徴的です。何が特徴かっていうと、イコールが2つあるっていうねごめんね。で、これ連立方程式なんですけど、解き方覚えちゃってください。これはね、ここのペアか、ここのペアか、ここのペアっていう3つペアが組めるんですけど、
どっか好きな2つのペアを使って連立方程式作ってください。だからここのペアとここのペアでも構わない、どこでもいいんです、2箇所で。多分回答、参考書の回答はここのペアとここかな、こっちのペアでやってるんだね。じゃあそれに合わせて、まあ、あえて違くしてみようか。そしたらまずここのペア作ります。だからね、書くと一番左のやつです、イコール真ん中のやつ、これで1個式が完成します。で、じゃあ次ずらしたいんで、ここ使おうか、端っこ同士。これを連立方程式するの、それだけです、やることは。で、やっていきますが、まずね、整理しなきゃいけないので、これ 4y こっち持ってくると、ちょ、ここにしようか、いいか。 2x 持ってきてプラス y イコール7、上の式ね。で、下が、持ってきてマイナス、あ、まさかの2が揃ってくれるパターンね。ちょっと場所変えますわ。ここに行きましょう。 2x、 もう一回書き直しね。 4y じゃないよ、じゃないよ、テンパってるよ、ごめんね。持ってくるとプラス y イコール7で、もう一回持ってくるとマイナス 2x、 持ってくるとマイナス 8y で、これね、よくやらかすんですけど、全部持ってきた時に右側なくなってるから0いるからね、これ書き忘れないようにしてください。で、これ2が揃ってくれたのでプラスします。そうするとマイナス 7y イコール7、両辺マイナス7で割ると y イコール1と。で、これをここに戻すと大変なので、ここですね、作った整理した後のやつに入れると、どうしようかな、下の方が簡単かな。マイナス 2xy にマイナス1入れるとマイナス 8×マイナス1なのでプラス8イコール0、持ってくるとマイナス8、両辺マイナス2で割ると x は4ですね。だから x イコール4、そして y イコールマイナス1で、これで終了となります。まあ、あえてね、最後選ぶもん、問題集の回答と変えました。変えてもちゃんと出るから、こうやって。だから自分で好きなペアを2つ選んでやってみてください。で、前の動画の方でもちょっと話しましたけど、連立方程式っていうのは答えの確認ができます。あれ話したっけな、話したと思うんですけど、例えばどこにしよっかな。まあ、ここ行ってみようか。ちょっとめんどくさいの選びましたけど、この x イコール8と y イコール3が合ってるかどうかのチェックができるんです、連立は。で、どうチェックするかっていうと、元々の式の2つあるでしょ、そこに xy にこの数字入れてみます。例えば下、これ簡単だね、 8だね。で、3入れると2、3が6なんで、8たす6、14ですよね。14イコール14になってるから当てはまって OK なんです。で、これちょっとめんどくさいんですけど、必ず上と下両方チェックしてください。たまに片方は OK なのに片方ダメってことが出てきます。で、めんどくさいんですが、上も入れてみると 0.4×8、832なんで 3.2 です。マイナス 0.7×3、これはマイナス 2.1 です。3.2-2.1 は 1.1、 ちゃんとなってる。上も下も満たしてるんだったら絶対当たってるから、その答えはっていうチェックができるので、テストの時にもし、なんだろう、時間がちょっとでも余ったりするんだったらやってみてください。特に解いてる時に、あれ、ちょっと計算ミスった気がするとかって思うやつには、こう解いていく時になんか問題番号とかにこうマークをつけてくる。自分よく三角つけてましたけど、自分が現役の時にはつけて、後でチェックしようって、時間余ったら、みたいなのをよくやってましたが、まあ、もしよかったらね、そんなもやってみてください。では、今回は中学校2年生の問題集の連立方程式の計算特訓丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では、他のね、ページも動画撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。